人の町に留学はできましたが、ほぼ単身で双葉町にいらっしゃる方が、双葉の町民は50人程度です。100人程度住んでますが、あとは移住した人です。双葉町に会社はできましたが、仕事をする場所はありません。建物は建っています。ですが、営業しているところは数えるほどしかありません。双葉の駅はとっても立派な新幹線が止まるような駅ができました。ですが、乗り降りする人は1日1人いるかいないかなんじゃないかな、いない時の方が多いと思います。駅の近くに住宅はできましたが、その住宅の人たちは駅を使いません。電車を使わないで、今は車でお出かけしますね。で、買い物に行くのが、楽しみなんだそうです。今日は何にもなくて電車に乗ってっていう人もいるんですが、車で1時間、2時間かけて買い物に行くのがとっても楽しみなんだそうです。何にもない、娯楽も何もないんです。で、双葉の町に、双葉の町役場に勤めている人は100人以上います。そのほとんどが1時間で来れるから、2時間で来れるからと言って車で通勤します。ですから電車は何のためにあるのかな。で、1日に、多分3本ぐらいしかありません。朝晩とお昼ぐらいしかありませんので、待ち時間がとっても長いのですね。ですから不便なんです。車がなくてもできないという状況にあります。私の家は13年経って、潰れました。住める状態ではありません。もう崩れ落ちてます。一旦我が家に入るのには国土交通省と国土交通省の方に鍵を開けてもらわないと入れないんです。電話で呼び出して何分で帰ります、30分ですか、1時間ですか、そのぐらいで帰ってきます。もし帰らなければお迎えが来ます。そんなところです。田畑は荒れ放題になってまして、まだまだ何か作物を作ったりするような状況ではありません。私とても不思議だなと思っていることがあるんですが、鳥がいないです。13年経った今も鳥がいないです。虫がいないです。イノシシはほぼ全滅しましたので、新しいのが来るまではイノシシもいます。爪が爪は車の側を開けとくと乗り込んでいきます。と間違えましたね、私は。今はそんなところですね。何が大変だっていうと、自動販売機もないというところです。せめて自動販売機ぐらいあればと思うんですが、自動販売機もない。男の人は飲み屋もない。パチンコ屋に行くには2時間もかけていただきたくない。ですから、やることがない、全くやることがないというのが今の状況です。会社ができたのだから、そこで稼働しているは仕事があるんですが、全く何もない。結局は当然に作業員として入るしかない。それでもなかなか入れない。今は当然はあまり仕事がありませんので、除染作業も今はない、ほぼゼロですから、行って、そうですね、生活することができない。そんな状況に、皆さん、人の町を気に入ってくれませんか？とてもいいところです。
曲がり、実は福岡は月の中にあると言っていたと思います。そして石川で能登半島大地が起こった。結局滋賀原発がどうなってるかってことは私たち知られていない。原発を研究するためにビニールの被災者は隠されてしまったという。今年聞いていたこのことが非常に大きく注目されました。いま一度皆さん、原発って本当にこの国に必要なのか、これを推進するために一部被災者が山ほど崩されたという事実を私たちどう捉えるのか、とても大事なところに来ているだろうと思います。結局はアメリカの言うがままに原発を推進し、被爆者を隠してきたと言ってもいいんじゃないかなと思います。日本はいまだに核兵器禁止条約には参加していません。参加して核実験、核の使用による被災者を救命するんだというのも核兵器禁止条約にはちゃんと盛られているわけですから、いつも早くこの条約に参加することを私たちは願っております。まもなく3月に参加します。皆さんはどこに何をしていたでしょうか。スペインの12年前を思い出しながら、ずっと日本から考えていると親しみを持っております。埼玉県知事の伊藤がお話をしました。皆さん、こんにちは。3月11日が近づいてきました。 3.11 のことについてお話しさせていただきます。今から13年前の2011年3月11日、福島原発事故後、これまで子どもの甲状腺がんの発生率は年間100万人に対して1人か2人と言われて、極めて少ないはずの子ども甲状腺がんが福島においてこの13年間で350人もいる事実を皆さんご存知でしょうか。2022年に6人の子どもが自分の病気の原因は福島原発事故による